日々の積み重ねこそ重要って話で、この本で言ってしまえば高校1年から受験勉強を意識してコツ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 やっていくのと、高校3年から受験勉強というのを意識してコツ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 ってやっていくのではセンター試験の確率ってやっぱ違うだろうしね。やっぱ高校1年からやってる人は有利だろうし、別にその受験勉強に限らず、例えばそうだな、今ってプロゲーマーって仕事が出てきてますよね。3年前から言ったらそんなプロゲーマーなんて仕事ないから、ゲームなんかやってるやつ受験勉強しなさいとかね、勉強しなさいって怒られてたかもしれないし、今こういう動画 YouTube で投稿してるけど、 YouTube っていう YouTuber という仕事がなかった時っていうのは完全にこれすらも遊びの範疇してしなかったわけだし、だから今遊びというものがどん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 ね、クリエイティブな仕事に変わってきてるので、それと変わって今までではタクシーの運転手だとか、そういうバスの運転手だとか、要は自動化されてきてる上に、まあ法律的にはまだそういう自動運転の車で走っちゃいけないことになってるんだけど、それでもいつか失われる仕事ってなってるわけじゃないですか。だから今までの価値観がガラリと変わってるからこそ、こういう遊び関係が今あなたがやってる、まあ、例えば釣りとかもそうかもしれないけど、アメリカだとそれが競技になってたりするわけで、だからどん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 遊びは仕事になっていくっていう時代が来てるんで、実際に学校の勉強だけではなくて、そういう趣味に関して没頭するっていうのも一つのね、ありがたかもしれません。